ビットジャーニー文字入れ方法。ビットジャーニーバージョン6が登場し、いくつかの機能が搭載されましたね。バージョン5でできなかったことがバージョン6でできるようになっています。今回はそんな新機能の一つである文字入れ機能について解説していこうと思います。ミッドジャーニー、バージョン5とバージョン6で比べてみる。まずは本当にこの機能が有効なのか、バージョン5とバージョン6で生成して見比べてみたいと思います。これはマグカップと3機のテキストで生成してみましたが、こんな感じに差が出てきました。バージョン5に比べ、バージョン6には文字が入っています。バージョン6の使い方。バージョン6を利用するには、プロンプトの最後に、-v、半角スペース、6をつけるか、スラッシュセッティングスでバージョン6を選択することで利用できます。プロンプトの最後に、-v、半角スペース、6をつける。スラッシュセッティングスでバージョンを指定する。テキストの入れ方。テキストの入れ方は、入れたいテキストをクォーテーションマークで囲みます。例えば、マグカップに3球入れたい場合は、マグ、クォーテーションマークの間に3球という感じで、クォーテーションマークの間にテキストを入れて、プロンプトを作成しましょう。こちらはアニメの女の子の T シャツにラブを入れてみた例です。プロンプトは、アニメガールイズ、ワーリングア T シャツ、クォーテーションマーク、ラブ。T シャツにラブの文字が入りましたね。様々な作例、いろいろとテキストを入れて画像を生成していました。看板、ウェイトレス、野菜の看板など、バージョン6にすると文字が入りやすくなるという感じ。スペル間違いなど完璧ではありませんが、何回回すといいものが出てくると思います。こちらはポスター。今まではテキストを書き込んで生成することはできませんでしたが、ついにバージョン6でテキストを入力できるようになりました。これで他のフォトショップなどの加工ソフトを使用しなくても目的の画像を作り出せるようになったのは大きいと思います。また構図や立体感など画像ごとに合わせてくれるのも大きいと思います。ぜひ皆さんもバージョン6のテキスト機能試してみてくださいね。それでは今日はここまで。このようにこのチャンネルでは AI ラッシュについて発信しています。いいなと思ったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。